あ、ラジソースのパスタの2種類と、プラス300円で、ハリイカのイカ水を使ったパスタの3種類がございますので、迷うね。ハリイカって何それ、味の色変える。今のご説明だけさせていただきます。はい、一番手前ですね、卵料理、卵を使った料理、イタリアのオムレツ、フリッターダですね。こちらが、ナルト金時を使った冷製のスープですね。グリル野菜ですね、こちらニンニクがクミンの香りを付け出していただいております。ナスですね、バルサミコアイですね。こちらの、かぼちゃですね。かぼちゃが、香川県産のかぼちゃを、使わせていただいておりまして、すごい甘みが、強いかぼちゃですので、軽く塩をふってローストしてます。もそのままで召し上がりください。赤大根の自家製のピクルスと、こちらですね、香川県産のオクラですね。ソースが、イタリアンのツナを使ったソース、トンガートというソースを使わせております。で、こちら、最後は鶏が泡鶏の、グリルですね。こちらソース、本日、使わせていただいているソースが、春菊とエゴマを使ったソースですね。こちらでお召し上がりください。いただきます。いただきます。シャキーン。人参はちょっとだけ糖質が高いので、根菜がね、根菜の中でも人参ちょっと高いの。火入れて甘くなるやつはやっぱり糖質が高いです。うまいね。あ、でも人参美味しいね。カレー味した。うん、私でも意外とオクラが好き。オクラ美味しいね。ね。
軟化、鶏の軟化的な、なんやろ鶏の軟化、なんだそうやろ、食べたらわかる。なんかでもスパイスやな、スパイス多くてなんかもスパイスじゃないやろ、なんか鶏と合っとる感じ、うん、でもね